いや、ベホマ使いてえわ、マジ、ベホマ使いてえわって言ってるよ、クリームも。ベホマ使いてえ、マジでベホマ使いてえわって。まあ、口には出さないけどな、俺たちの中だから。口には出さないけど、冗談っぽく言ってるよ。そろそろベホマ使いたいなぁ、チラッ。いや、プリンにそんな知性ねえから。プリンだからな、なんつっても。プリンはアホだからな。俺たちで守らなきゃいかん。俺とスケさんで。プリンは俺らが守る。なんとしても。もう3人でこう、どっか遊びに行ってる時でもう、で俺とスケさんがどっか席外してて、でプリン一人になったと、そこであの他の男がプリンに話しかけてきてたら、おいてめえ何やってんだよって、胸ぐらをつかむくらいだね。そういうドキュンプリを発揮していく、プリンのためだな。俺らの女に何してんだよって最悪じゃねえか。誰にも支持されない3人組になってしまう、このままにはいかんな。もうちょっと爽やか活動していかないと。誰にも受け入れられない3人組になってしまう。いや、あれ、俺たちも現代社会で生きていることに変わりはないからな。この3人は調和を取っていかないと。じゃあ逆にいじるか、プリンとか。ほんと皆さんすいませんね、バカで、みたいな感じで。そういう感じでいじっといて、でも信頼関係はみたいな。これだ。これが今風だな。これでいこう。はよ、はぐれを倒させ。レベルを上げて帰ると決めとるんじゃ、今日は。もういいよ、本当に地獄の使いはいらない。本当にいらない。システム、あーべ。何このスクルトの弱さ。敵の防御力何に等しいよ、前から。なんと哀れな術だ。ホッとするわ、スクルト使われると。お、鉄カブト。いや、でもじゃあガーマイル単体うまいってことになるな。鉄カブト落とすんだからさ、期待値あるでしょ、結構。それで力の盾、多分力の盾変えるぐらいになるんじゃねえの、ここで稼いでた。結構変えるんじゃね、今回で。鉄カブトで 2,3 個ぐらい落としたらいけるんじゃね。いけるよ。こいつらプリンばっかり狙いやがって。許せねえ。俺らのダチを傷つけるやつは許せねえ。もう俺らのダチを傷つけるやつはもうどんなやつであろうと殴り飛ばしていく。俺らのダチを傷つけるやつは、俺らのダチ公を傷つけるやつは、いや、いかんだ、そんなことしては誰にも受け入れられない3人組になってしまう。そらいかん。いや、あれ、俺たちも現代社会で生きてることに変わりはないからね。どこ行ったんだよ、はぐれメタル。私いなくなったが、まあそりゃそうだよな。こんな練り歩いてたら、もうこんな隙間に入るぐらいのこう練り歩きっぷりだから、はぐれメタルもどっか行ったかもしれない。いいんだよ、もう。
清掃してんのかってぐらいの寝る歩き方。もうこんなやつしかいなくなったよ。こんなもう絡む利益のない。いやこいついずれものすごい強い存在になるから、今のうちに唾かけとくのもいいかもしれん。唾かける、唾つけとくのもいいかもしれん。似たようなもんだ、唾なんてつけてもかけても一緒だ。もう頼むよ、一匹も倒せてねえじゃん。アグレメタル倒さしてよ。ハヤブサの剣欲しいな。ハヤブサの剣があれば結構変わってくるんじゃないかな。いやでも基本力がないとそんなに強くないんかな、ハヤブサの剣。まだだ、まだまだ俺の高ぶりを見せない。まあこんな追い込んだらちゃいねえから、まあ4は削らないとちょっと。まだだな、まだ白い歯見せられ。もうベギラマやめろよ本当に。なんなんこいつ、もう頼む言ってくれ。もうなんなんこいつ。俺らの姫行け、俺らの姫。もうやる気なくすわ。リスクマネジメント、リスクマネジメント。さすがに一人は死ぬ。もうてかいくら暮らした、さっき6ぐらい暮らしたよな。あれとも軽い意味ねえわ。まあ元の俺の知ってるハゲレメタルが狩る利益ありすぎるのかもしれんけどさ、あんたのちょっと狩る意味ないでしょ。もうあれで1000、仮に2000だとしてもそこまででもねえや。もはや追い求めるほどのもんじゃないでしょ。これ負け惜しみとかじゃなくて本当に追い求めるほどのものでもないよあれ。本当にむしろガーゴイルとか買って鉄カブトで力の盾手にした方がいい、手に入れた方がいいかもしれない。そのレベルでしょ。ハルニーがねえんだよ。トゥルトゥ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 ルトゥトゥトゥルトゥトゥトゥルトゥトゥ。力の盾は欲しいな。鉄カブト撃っとドラゴンキラー撃ったら6000、8000ゴールドとかが。だからあと1万ゴールドぐらい稼げば力の盾いけるか。とりあえず力の盾で。ミンクのコードはさすがに届かねえから、まずは力の盾。ビバ番号、なんとかレベルに上げてよ。1日で復活の呪文あんだけ長いの入力してレベル1しか上がんないなんて俺は嫌だ。僕は嫌だ。ビバ番号強えんだけど。何マヌーサとか使ってきてんの。早っ、身のこなしがやばい。ゴミクソメタル。もう正直もう心躍らねえわ、はぐれメタルなんて見ても。6ダメージ与えても死なない上にベギラマ連発してくるし、しかも経験値多分少ないだろう従来のやつよりも。
何も心躍る要素なくなって、どんどんなくなってんだけど、どんどん気持ちが変わっていく、はぐれメタルに対しても、うん、倦怠期に入ってる。もうあの時のみずみずしい気持ちがもうない、気持ちが変わってしまった。来ねえよお前なんて助けに、誰も来ねえよ。経験値いい、いい経験値持ってる。いいね。スケさん鉄の槍なのに結構頑張ってるな、打撃。あんなヘボい槍でようやる。素晴らしい。しんすけ先ほどのレベルアップでパピラスをギリワンパンできるぐらいの火力を手に入れてる。くだらねえ、くだらねえんだよ。しかもなんで寝てるやつ殴るんだよ。ここが変だよ、ドラクエ2。わざわざ眠ってるやつを殴ったり、半端に削ってるやつにとどめを刺したり、おかしいよ。あ、でもこれ仲間呼んだから経験値400だな。わし、あ、失礼。400はうめえ。なんだよこれ、バギナはこれラリオだよな。マヌサか、ラリオかマヌサかのような、ラリオか。お、ワンパンはでけえ。シンスケやっぱ防御力すげえな。もうベギラマ聞けよ、なんで死体に金髪になってやがる。死体がなんで死体にベギラマが聞かねえんだよ。萌えゴロじゃねえか一番の。もういいよ、クソゲー、クソゲー。ミキに、あれイメチェンしてる、ミキのやつが。お前さっき金髪だったよな、なんなんだよ、色気づきやがって。せっかくの経験値のプリンがいなかったら。まあいいや、普通に戻る。レベルまだ1しか上がってねえからな。2上げねえと俺は帰んねえぞ。トゥ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 ルトゥルトゥトゥトゥトゥトゥ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 ルトゥルトゥタッカ。トゥルトゥ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 ルトゥトゥトゥルトゥトゥ。金も儲かんねえ、鉄兜落とさねえからな。もうね、クソレメタルはいいから、もう鉄兜落としてほしいわ。もうこうなったらクソレメタルはほんと何の期待もできねえ。もう 4,5 回出てきてるね、あいつ 4,5 回出てきて何も起きねえんだから、もう倒せねえよ。ベギ玉とか打ってくるし、クソすぎ。デビルアイ、あー、スケさんの防御低いな、やっぱ力の盾必須だな。20はエグすぎるでしょ、いくらなんでも。
それは削りすぎ。あ、でもいい経験値。やっぱここいいな。もうクソレメタルいらねえ。普通の敵でも結構経験値持ってるからもう地道に稼ぐよ。それが一番だろ。って言ってたらこう後ろからはぐれメタルが現れて、よくぞ気づいた。その経験こそがはぐれメタル。その経験を与えたかったのだとか言い出して、やかましい。ここまで苦労して経験値3000なかったらもうブチ切れるかも。俺白髪になってる。ほんとこいつシーンに合わせて変えてくるな髪型を。もうなんつうの、服とかさ季節に合わせて変えてくるレベルだね。クールは季節だから信じらんねえからな。その季節に合わせて髪の色を変えるとかって、変えたことない人間にはもう全く理解できない感性。ソログールはやってる。ちょっと髪の色明るくしようって言って、服の色が暗いから髪明るくしてとか、メッシュを入れてとかそのレベルだよもう。俺には全く理解できない。もうちょっとさ、レベルの方にもレベルをアップさせてください。もうそろそろもういいでしょ。上がっても結構戦ったよ俺。確か最初に上がったのスケさんだな、ね、今日。じゃあスケさん上がってくれ。さすがにね、こんだけやっても3、40分くらいやってるよ。もうそろそろ35分くらいか。こんだけやってレベル1しか上がらないってもうねえぞ。そんなの上がらなすぎだから。使いが本当に嫌、本当に嫌こいつ。まあでもプリンガードさしときゃ前2人しかダメージ食らわねえから。そうだもん。あれ今82とか食らわさなかった。恐ろしい男だしんすけ。もうハグメタル戦が本当に、だってです、倒すかどうかだけじゃなくてビギラバで死なないかどうかが入ってくるんだよ。そのパターンがあるんだよ。普通逃げなかったら倒せるじゃん、格殺じゃん。でも逃げなかったらビギラバ撃ってきてこっちは殺されるんだから、もうなんなんだよ。鉄かぶと持ってないんだけど経験値が少ないから今でレベル欲しいんだ。レベルこいつら2人倒して200いかねえからね。それはちょっと、おいい時間節約。意識が朦朧としてきた。はぐれメタル出てくれ。お前が出てくれば全ては解決する。本当一匹でも倒しとかないと収まりがつかねえよ。
助長してる。気を沈めないと。なんでだよ。プリンの体力高いんだけど。これさ、スケさんの HP が低いっていうよりプリンの体力高いよ、明らかに。なんでこんな、なんでこんな増えんの。脱いだら結構筋肉あるのかもしれない。あるのかもしれないっていうか、あるな、プリン。そこが人気の秘密か、プリンの。ただの可愛い子ぶりっ子ではない。ちゃんと己の体を鍛え、強く生きる、強く生きる女性として。もうなんかよく分かんなくなってきた。プリンのキャラがよく分からなくなってきた。そう、いろいろ足すのやめよう。何やってんだよ。ちょっとも美味しくねえくせに出てきやがらねえ。全然美味しくねえくせにやたら出し惜しみしてやがる。出し惜しみする大人もんでもねえっつうなんだよ。3回に1回から出てこいよ。あ、ほったらレベル系が限界だ。いやでもレベル1し、こんだけあってレベル1しか上がんないなんてダメだ。ショックで寝つけない。寝つきが悪くなる。癒しのスクルト。本当なんなん敵のスクルトのこの弱さ。癒しなんだけど。もう今気づいたら7600ゴールドなんて言ってんの。すげえな。もうちょいで力の盾変えるじゃん。これで最後。これで倒せなかったら、しかも結構いい感じに回復してるから、倒せたら倒せるな、この回で。何も言えね。本当に狩る価値がない、あれは。ただ金は貯まりそうだな。もうあげるメタルでどうでもいいやもん。金は貯まりそうだから、とりあえず力の盾だけは買おう。力の盾だけは買って、海底洞窟の敵に乗って、やっぱあの虎が嫌なやつだから、あそこら辺の打撃をしのぐ方法さえあれば割となんとかなるかもしれない。まあ、アゲネメタルどうでもいいやん。ああ、俺の知ってるアゲネメタルではない。